이게야! タクマッチ45分一本頑勝負を行います。青コーナー、エディットレスラー、いけよ、エディットレスラー、赤コーナー、エディットレスラー、エディットレスラー、レフリー田山マサ、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。組み合います。ロープに振った、あっとそのまま倒します。足を狙ってまいります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。エルボー、高周波数の音が館内に響きます。ロープに飛ばした、キックを打っていきます。ヘッドロックで締め上げてまいります。蹴りをぶち込みます。掴んだ、させません。行きます。ボディースラム、ここでタッチです。行くのか、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。リング上はキャメルクラッチの体勢です。エルボーを入れていきます。ロックアップ、ボディースラムで投げてまいります。スイッチしてまいります。王が入る、気合を入れてまいります。打ち込んでまいります。バックに回ります。あっとエルボー、ソワットを打ち込みます。ローリングしてのキック、ソバット、かかとを落としてまいります。フロントからのキック、あっとエルボー、腕を捉えます。エルボーを入れていきます。組み合います。さあ粘着質激しい、この3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。逆に投げてまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ここでタッチです。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。ロックアップ、
場外に落とします。リング下に降ります。掴みます。エルボー、肘を打ち込んでまいります。腕をフックします。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。張り手、すごい顔で打つ。打ってる方も辛いはずですよ。はい、あっと投げていった。さあガッチリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。腕を回した。させません。掴んだ。ハンマーを振りかざす。組み合った。巻き投げで切り返した。バックを取って、おっとそのまま後ろに落としていった。金的攻撃、引き起こす。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。10分経過。10 minutes pass。ここでロープブレイク。頭を掴んでショートレンチ気味のラリアット。ここでスイッチ。ここで持っていくのか。右腕に命を吹き込む。コーナーに登ってリングに戻ります。首根っこを掴んだ。膝小僧が暴れる。ストンピングを叩き込む。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。ロープブレイク、フロントキック、チョップ強烈。腕をフックした。おっと外した。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。エルボーを入れていく。腰に手を回した。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。いけるか。逆に返した。決めに行くのか。首根っこをつかんだ。ボディスラムで叩きつけた。ギロチンドロップ、強烈。スリーパーホールド。すごい音がした。フロントに捉えた。あっ逆にパンチ張った。いけ、強烈に締め上げる。ハンマー気味のパンチ。腕を殺していった。ストンピング。15分経過。15分経過。膝頭を入れていく。組み合った。あっと返した。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。ジャックハマーでそのまま全体重を浴びされ、起こした。あっと寝りちゃいか。ガジェット組み合った。飛びつき式の嬉しい逆十字。一
気に料理するのか。キック、腕を回した、ブレインバスターで叩きつける。王が入った、腕をフックした、フロントからの投げに転じる。
この男入場してまいります。その時男たちの胸には何が去来するのでありましょうか。行けよー、頑張れー。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、行け、エディットレスラー、頑張れ頑張れ頑張れ。赤コーナー、頑張れ、エディットレスラー、レフリー田山雅夫。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。強烈に打ち込みます。足を抱えます。パンチで返します。掴んだ、フロントからのキック、喉元に打ち込んでまいります。掴みます。ガードします。すごいフックが決まった。足を取ります。キックで返します。抱えます。ストマックへの攻撃であります。行くのか、ロープに振った。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。足を取ります。あっと、エルボー、腰を落とします。バックフリップに取ります。おっと、チョーク攻撃であります。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。これは苦しいチョーク攻撃です。組みに行きます。フライングメイヤードロップキックを見舞ってまいります。掴みます。あっと、狂気攻撃、組み合います。投げてまいります。ドロップキック、肘を打ち込んでまいります。足を抱えます。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね。掴んだ、させません。ドロップキックであります。ロックアップ、
今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。ノープブレイク。掴んだ。ガードした。強烈胃袋破りの膝蹴りだ。トップロープを狙う。急降下膝バックだ。組み合った。そのまま締め上げる。頭を掴んで鉄拳制裁ナックルアロー。立たせていく。首根っこを掴んだ。エルボーを打ち込む。いけるか。ロープに振った。ガチッと組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。一気にスパークするのか。いけるか。あっと脳天にクイが打たれた。足を殺していった。どうか。カウント 2.98。 組み合った。場外に落とした。場外に移行した。ガチッと組み合った。お気をつけください。あっと喉元が狙った。ソバットキック。ものすごい。リングに戻ります。いけるか。あっと切り返した。ストンピング。重いですね一発が。締め上げていった。ここでロープブレイク。ブレンバスターで切り返した。10分経過。10 minutes pass。 金的攻撃。ガジェット組み合った。直下式で落としていった。放っていくのか。急降下にトラップ。ストンピングを叩き込む。組み合った。あっと投げていった。抱えた。ネックブリーカーで叩きつける。これで決まったか。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。
ガンガン行け行けよ。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、エディットレスラー頑張れ。赤コーナーエディットレスラー頑張れ頑張れ、エディットレスラー頑張れ。レフリー田山マサオ頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。足を抱えます。足を取って切り返した。乾いた音が館内に響きます。打たせません。足を狙ってまいります。張ってまいります。組み合います。ロープに振った。ショルダースーストンピング、蹴りつけてまいります。足を取ります。ねちっこい展開に移行してまいります。スイッチしてまいります。足を取ります。エンジン蹴り、ラフ殺法に転じます。打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。チョップがうなってまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。蹴ってまいります。ローを打ち込みます。ブレンバスター、ブレンバスターで切り返します。引き起こします。膝へのキックです。張ります。組みに行きます。逆に返します。フロントからのキック、ハイキック、側頭部、気合を入れてまいります。リング下に降ります。掴んだ。キックで返します。ロックアップ。お気をつけください。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ここでタッチです。張ります。キックを打っていきます。バックドロップの体勢、膝を打ちつけてまいります。
組み合います。逆に振り返した、行くのか、対角線に飛ばした、カウンターで返します。小脇に抱えます。ハンマーが襲ってまいります。腕を取ります。逆に腕を取ります。腕折りに移行してまいります。張ってまいります。掴みます。ハンマーを振りかざします。腕をフックします。ストマックを狙ってまいります。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。重いチョップであります。起こします。逆に投げてまいります。行きます。ロープに飛ばした。10分経過、10 minutes passed。 館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。抱えます。耐えます。高周波数の音が館内に響きます。バックを取ります。肘を打ち込んでまいります。ドロップキックを放ってまいります。走り込んでのエルボー。リング上は逆片指固めの体勢。スイッチしてまいります。サンドイッチのラリアット。スタンディングを取らせます。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。サンドイッチのラリアット。このポーズです。メキシカン式の締めを見せてまいります。汗がミストとなって飛び散ります。ロープに振ってエルボー、バックに回ります。エルボーで返す。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。ここで持っていくのか。コブラクラッチの体勢。おっと、そのまま力任せに回していった。ここでタッチだ。15分経過、15 minutes passed。 組み合った。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。重いですね、一発が。強烈逆エビ固め。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。ロープに振って、おー、ニーリフト、ボンジャッチ、気合を入れた。テキサスクローバーハード。引っこ抜きか。脳天勝ち。パイルドライバー。
引き起こす。小脇に抱えた、ドラゴンバックブリーカーが背骨に突き刺さった。あっと返していった。弓を引く鉄拳。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。バックに回った。おっと脳天粉砕か。フィニッシュに持ち込むのか。カウントは入る。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、ラリアット至近距離。ロッププレイク。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。ここでスイッチ。抱き起こす。一気に料理するのか。抱えた。いやバルコン。3つは入りません。肉体を躍動させる。首根っこを掴んだ。あっとエルボー。蹴り上げていく。あっと倒していった。おっと外した。いけるか。あー、これが回転地獄五輪か。岩壁の母の胸に抱かれました。見栄を切った。体を預ける。ロープに逃れた。いけるか。おっとスープレックスからそのまま回転地獄取り。ここでロープブレイク。一気にスパークするのか。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。そのまま締め上げる。ニーリフト強烈。起こした。強烈キック攻撃。強烈なキック。蹴りをぶち込む。足を取った。あっと円錐切り。ストンピング。決めに行くのか。そのまま体固め。カウント 2.98。 これでも決まりません。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。さあタッチ。ミミズバレになる逆襲兵。ガジェット組み合った。コーナーに振って、トラスキック。ストンピングを叩き込む。すごい音がした。組み合った。逆に返した。エルボードロップ強烈。キック。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。ショルダータックル。なぎ倒し。立たせていく。ブレンバスターで切り返した。カバーした。フロントキック。起こした。さあ首をかっ切った。強烈胃袋破りの膝蹴りだ。カウント3つ。カウント3つ入りました。
ような地響き、選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。頑張れガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、行け頑張れ。赤コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、ガンガン行け。レフリー田山正夫頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。ロープに振った、ドロップキック、組みに行きます。逆に振り返してカウンターで返します。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。掴んだ、ハンマーを振りかざします。キックを打っていきます。掴みます、肘を打ち込んでまいります。組み合います、投げてまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れました。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ハンマーが襲ってまいります。足を取ります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。ショルダークロー、肩口を締め上げます。ロープブレイク、抱えます。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。コーナーに振って、ラリアット投げ倒し、館内も盛り上がります。掴んだ、あっとエルボー、チョップがうなってまいります。張ってまいります。行くのか。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、
ドロップキックを放ってまいります。ロックアップ、逆に振り返した、ドロップキックであります。掴みます。スピンキック、気合を入れてまいります。足攻めに転じます。ロックアップ、コーナーに振った、ラリアット、雄たけびを上げます。膝を狙ってまいります。足を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。高周波数の音が館内に響きます。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。ラフサッポーに転じます。組みに行きます。ボディースラムで投げてまいります。蹴ってまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます。足を抱えます。パンチで返します。バックドロップの体勢、エルボー、乾いた音が館内に響きます。重いチョップであります。掴みます。キックで返します。エルボー、館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。掴んだ、ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。正面から投げを見舞った、決めに行くのか、引き起こす、小脇に抱えた、打たせない、組み合った、あっと投げていった、スリーパー、落とすのか、重い逆水平だ、奥歯を噛みしめた、ブランケンシュタイナーで切り返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。ベリトゥベリスープレックス。10分経過、10 minutes pass。 蹴り上げていく、足を抱えた、あっと返した、掴んだ、おっと鉄の爪、アイアンクロー、ガジェット組み合った、場外に落とした、あっとプランチャー、抱き起こす、エルボー強烈、もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、あとスクールボーイで丸める、いけるか、巻き投げで切り返した、リングに戻ります、リングに戻ります、足を取った、させません、足を抱えた、そのまま倒していった、足を取った、あっと倒していった、立たせていく、バックに回った、逆にバックに回った、スリーパーで頸動脈を締め付ける、組み合った、雄たけびを上げた、先頭ン強烈、ハンマーを落としていく、カバーした、カウントトゥー、いけるか、倒していった、起こした、サイドを取った、サイドからバックドロップ、放っていくのか、ポップロープから前方を落としていった、カウント 2.99、 オーが入る、ガジェット組み合った、
10分経過。逆に投げていった。引き起こす。抱えた。あ、逆にパンチ。あと逆にキック。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。抱き起こす。バックを取って背後を取り返す。バックを取り返す。背後を取り返す。ジャーマー、綺麗な人間鏡。ロープブレイク、ロープに振った。剛腕ラリアット、落とした。あっと引っこ抜いた。フロントスープレックス、立たせていく。一気にスパークするのか。首根っこをつかんだ。あっと逆に蹴っていった。ロープに飛ばした。まさに一瞬も目を離せないという予想以上の展開となりました。さあこの試合どっちが勝つんだ。エルボーで切り返す。トップロープを狙う。チョップからだけ。ここで持っていくのか。体を預ける。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。ええ、パワーボム。あった、そこから STF。 ここで無念のゴング。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。行けよ。頑張れ。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラル。頑張れ頑張れ。エディットレスラル。行け。赤コーナーエディットレスラー。頑張れ頑張れ。エディットレスラー。頑張れ頑張れ。レフリー田山マサオ、ガンガン行け。
打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、ストンピングを叩き込んでまいります。足を抱えます。ドラゴンスクリューで倒した。回転式の足寄り地獄に移行します。行くのか、ロープに振って汗がミストとなって飛び散ります。足を殺してまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。カイナ力で締め上げてまいります。ここでタッチです。エルボーを入れていきます。ガードします。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。クラシカルなエルボースマッシュ、このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。切り返します。トップロープを奪う。ここは戻ります。足を取ります。円錐切り、蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。組みに行きます。投げてまいります。変形のレッグロックに持っていきます。腕をフックします。させません。ドロップキックであります。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、スリーパーホールドに入ります。組み合います。リング下に落とします。いや素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい、あと逆に投げていった。足を殺していった。掴んだ。ストラックを狙っていく。足を抱えた。円錐蹴り。リングに戻ります。足を取った。おっと、足を決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。ものすごいグーだ。ここでスイッチ、いけるか。あっと、切り返した。見栄を切った。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。あと逆に倒した。トップロープを狙う。急降下、膝バックだ。蹴っていった。あと逆に捉えた。そのまま足を取った。
10分経過。10 minutes passed。いけるか。あと逆に返した。立たせていく。小脇に抱えた。バーン。グタラッポ。打ち込んでいく。ミミズバラになる逆水兵。フロントキック。顔面エルキック。ストンピング強烈。引き起こす。ガジェット組み合った。そのまま水車落とし。青春の握り拳。起こした。させません。蹴りをぶち込む。打ってる方も辛いはずですよ。はい。ここでタッチだ。バックに回った。ひねりの効いたバックドロップ。ガッツポーズ入った。腕を回した。ブレーンバスターで投げつける。フルネルソンの体勢。逆に返した。さあタッチ。王が入った。蹴り上げていく。あと逆に丸めていった。消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。勝負のポイントですね。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。投げていった。ストンピング担ぎ上げるのか。オリンピック予選スラム。首から落下。決めに行くのか。腕をフックした。ボディスラムで叩きつけた。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。あと逆にキック組み合った。
もう泣いてるファンもおります。これだ、これこそ感動シンドローム。ここでタッチだ。逆水平、ダブルでいった。バック当たってエルボーで返す。すごい顔で打つ。
30分入る。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。あっ、逆にパンチ。ここでスイッチ。抱き起こす。エルボーで切り返す。フィニッシュに持ち込むのか。腕をフックした。いやー、展開を加えてそのまま落としていった。体を預ける。ロープブレイク、ロープブレイク。組み合った。すごい形相で締め上げていく。膝頭を入れていく。起こした。ホイップしていった。アキレス腱を決めにいった。ロープブレイク、エルボー強烈。いける。締め上げていった。膝を突き上げていった。立たせていく。気合を入れた。ここでタッチだ。さあタッチ。さあ出たぞサムサンク。染み渡る。バックを取って、バックドロップ。そのまま耐え固め。2カウント、まだ足りません。ガードした。ここで持っていくのか。あっと返した。カバーした。2で返します。ガジェット組み合った。あと逆に返した。スリーパー、チョークに入った。組み合った。あと逆に倒した。起こした。オリンピック予選サーブ、首から落下。フィニッシュに持ち込むのか。抜くのか。ライガーボムでいった。We'll be right back.
ブレイク、インター、 UN、 この3本のベルトを持つ王者、三冠ヘビー級チャンピオンが今入ってまいりました。頑張れ。本日のメインイベント、頑張れ、三冠ヘビー級選手権試合、頑張れ、60分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーチャレンジャー、エディットレスラー、頑張れ、頑張れ。赤コーナーチャンピオン、エディットレスラー、頑張れ、頑張れ。レフリー穂永のりお、ガンガン行け。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、ガードします、全身でぶちかましてまいります。行くのか、ボディースラム、このポーズです。重いチョップであります。ロープに振った、顔面を蹴り上げます、組み合います、投げてまいります、ロックアップ、逆に振り返して、あっと後ろに投げてまいります、エルボードロップ落としてまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのはしっかりですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ここは戻ります、高周波数の音が館内に響きます。この辺り負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、掴みます、キックで返します。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い、この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。バット、キャッチした、バックを取ります、スリーパーに捉えます、ロープにブレイクしました、肘を打ち込んでまいります、打ち込んでまいります、抱えます、ボディースラムで投げてまいります、蹴りを見舞ってまいります、組みに行きます、フライングメイヤー、レッグロックに捉えます、ロープに逃れました、蹴ってまいります、チョップが奪ってまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね、返してまいります、リストを固めてまいります、顔面が歪みます、ストンピング、蹴りつけてまいります、組み合います、豪快であります、ネックハンギングツリー、掴んだ、させません、こめかみのあたりを狙ってまいります、引き起こします、逆に投げてまいります、
行きます。リフトアップ、リフトアップ、起こしてまいります。ファイナルカット、バックを取ってスリーパーホールド、いけるか、あっ逆にパンチ、重いですね一発が。対角線に飛ばした、ボディアタック強烈、一気に決めていった、岩壁の母の胸に抱かれました、組み合った、力技で締め上げていった、ここでロープブレイク、ガチッと組み合った、ロープに振った、蹴り上げていく、小脇に抱えた、エルボーを入れていく、ガチッと組み合った、コーナーに振った、逆水平ドロップキック強烈、抱き起こす、小脇に抱えた、膝を大きく打ちつけていった、ストンピングフロントキック、組み合った、コーナーに振って、ビッグバンクラッシュ、圧殺した、ここが踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。そのまま叩きつけていった、強烈角肩エビが食べ、ノープブレイク、張った腕をフックした、エルボー強烈ブロックした、トップロープを奪う、ハンマーパンチ強烈、起こした、エルボーで返す、エルボー、トペを敢行、逆肩エブで一気に決めていった、これは完全に入ってますよ。足を抱えた、足を決めていった、ロープに逃れました、抱えた、オクラホマスタンピートで叩きつける、体を預ける、ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか、SPK スペーストルネードケンスケ、立たせていく、放っていくのか、ハンマーを落としていく、ストンピングを叩き込む、カウントが入る、危ない、カウント2であります、ガチッと組み合った、ロープに振って、バックに回った、逆にバックに回った、ファイナルカット、ローテッツーだか、引き起こす、いけるか、逆に返した、立たせていく、ラリアット投げ倒し、そのまま体固め、ロープに逃れた、蹴っていった、このポーズ、引き起こす、見栄を切った、トップロープを狙う、ハンマー気味のパンチ、カバーした、感極まって投げ出している女性ファンもいます、エクスタシークライマックス、ストンピング強烈、抱き起こす、
頭を掴んでガードした。あっとキック起こした。バックを取り返す。ジャーマン、ノート